はい、皆さんこんにちは。ゆうカフェのゆうかです。今日は結構短いタンバル盛りにしてから1週間ぐらい経つんですけども、今乾かしただけでこうパッてなってて、で今回ちょっとだけ段を入れてみたので、まあいつもやってるスタイリングっていうのをやってみようと思います。全然簡単なので動画でお見せするのがお恥ずかしいんですけども、やっていこうと思います。そしたらね、片側ずつ留めていきます。前髪のローラーを使って丸めていきます。前髪はこんな感じ。そしたら内側にこう巻いていくんですけども、熱が冷めるときに形が定まるので、こう手で毛先の部分をちょっと上げてあげる感じで、5から10秒ぐらい待ったらふんわりカールが出来上がります。こっちも同じく。そしたら下の段を同じように丸していきます。2段目をやっていきます。前のところはこう持たないで、結構こういう風にしてあげて固定してあげます。そしてこう前にこうカールができる感じの方が髪型はね、可愛かったです。2段目も同じように巻いたら固定してあげてっていうのを繰り返していきます。後ろはね、ちょっと強めにカールを入れます。左側最後の段、こうカットのラインに合わせて綺麗にラインが出るように、上の方はねちょっとこうストンと落ちる部分のラインを見ながら調節していきます。カールの強さをね、なんかこんな感じ、なんかちょっとなんていうのかな、こっちよりも整った感じのラインができます。そしたら右側も同じようにやっていきます。まずはこの耳の上のラインをこの掴んでこう固定してあげる時間を省くとスタイリングもね、うまくいかないんですよね。なのでこのステップがかなり大事です。簡単なんだけど、なんでこのピンピン下に出ている髪をこうカールしていくイメージでやっていきます。何だろうね、私はね量が多いので、しっかりこうブローとかこういう風に固定を使ってスタイリングしてあげないと大変なことになるんです、本当に。なので量をそんなに多くない方は私よりは全然早く終わるかも。内側も同様に、この下のラインを見ながらカールの強さを調節していきます。色はちょっと強め。こんな感じです。そしたらね、前髪も外してみます。そしたらこんな感じ。ここにちょっとだけボリュームが欲しい場合は取ったら逆側に、こちらにグイッと持ってきて左側に引っ張る。そうするとここがこういう感じになります。この生え際の部分がちょっとこうボリュームが出る感じなので、ボリューム少ない方はこういう風にやってあげてもいいですよ。同様にするとここにボリュームができます。エッセンスというかワックスエッセンスみたいな感じなんですけど、最近私が使ってるキーフィーかな、 KIFI オーガニックヘアバターヘアトリートメントを使っていきます。これはね、ラベンダーとバーガモットの香りです。あんまり実はラベンダーの香りあんまり好きじゃないんだけど、でも結構ね、ウェットな感じのを嫌味なく出してくれるので、こう気に入ってます。これを毛先の方に、結構重めなのでこっち側にはあんまりつけない方がいいかも。めちゃめちゃウェットにしたい人はここにも全然つけていいんだけど、こういうワンってボリュームのある髪型をしたい時は下だけの方がいいと思います。そしたらこんな感じの短いタンバル盛りのヘアアレンジでした。まあ難しいことは何もなくただ単にこう固定してカールしていくっていうだけなので、簡単なので皆さんもぜひやってみてください。はい、それでは私は今日実家に帰ってきます。それでは皆さん良いお正月お過ごしくださいね。今日も見ていただいてありがとうございました。
インスタグラムとツイッターのフォローさせて、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ、あんにゃん。Shine, feeling like the snow. Listen to your heart.